はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太閤立志伝 5DX の武将ね、武将列伝を、ただただ主軍でいきますよ。というわけで、前回伊賀崎道順さん、このご覧の方のね、で終わっております。さあ次行きましょう。壱岐忠次さん、池田家臣、通称は清兵衛、はじめ香川姓を称したが、ということは四国かな、池田というのは。いや違うね、美濃出てきてるから、美濃生山城攻めに郊外、あ、これは攻めた方か。信長より生き姓を授けられた。ね、信に関係してるのね。その後、池田、あ、そっか、池田この人か。これまた読めない。池田なんだろうね。古に属してるよ、歴史。その活躍は豊臣秀吉や徳川家康からも、認められていた。関ヶ原合戦後は池田輝政と共に播磨に入封し、あ、三木城主となったんですね。池田忠次さん、三木はね、何遍も言ってますけど、いいとこですね。住んだことないんですけど、まあ、私いいって言ってますけど、あの通り過ぎたって意味でね、通り過ぎたの街の中で、すごくね、山と山の間にね、ポツンと部屋が、部屋というかね、盆地なのかな、一瞬だけ集落があるんですよね。まあ一瞬って言ったら怒られるかな、そこそこで。雰囲気めちゃくちゃいいんですよね。温泉もあったと思うんですけどね、まあ温泉というか銭湯、いや温泉だね。なかなか良かった。私はすごく三木ではね、悪い思い出ないんでね。そうそう、大抵私ね、いい思い出を優先するんじゃなくて、多分ネガティブな人間なので悪い思い出を優先しちゃうんで、悪い思い出がなかったらいいところっていう節があるのかもわかんないね。ちょっと悲しいけどね、自分で言っててね。三木はいいとこ、私好きですね。一遍住んでみたいんですけどね、住むというか一遍1ヶ月ぐらい折れるんだったら行ってみたい、そんなところです。さあ次行きましょう。次は池田総左衛門、あ、池田さん出てくるね、きっとこれで読めるね。お、坂田の商人、屋号は、これなんて読むんだ、これは調べようか。金辺に登る。金辺に登ると。なんかおかしい。金辺に登ると書いて何と読むとか出てきました。サジェストでね。読み。訓読み、あぶみ。あぶみ高槻。あぶみ屋って読むのか。海鮮丼屋ですね。36人衆と呼ばれる有力商人の筆頭格で、奥州藤原氏の滅亡時に、坂田に落ちた維新の末裔というと、坂田の発展に努め、子孫は、あ、井原西岳さん。日本、これ、社会で習ったかな、歴史で習ったかもわかんないね。日本永大の蔵でいいのかな。わかんない。北の国一番の米の買い入れ、総左衛門の名を知らざるはなしと紹介されている。ああ、その井原西岳さんの、書籍かな。今井原西岳さんって聞いてね、私ね、あれ芸術家って思ってるんですけど、ちょっと井原西岳さん調べましょうか。作家なのかな、井原西岳さん。私は芸術家っていう記憶あるで。お、人形浄瑠璃作者。あ、作家か。いや、でも、徘徊し。浄瑠璃なんだね。はい。まあ、昔って、やっぱり、今ほどね、いろんなものが出尽くしてないから、結構その、ね、いろんな、例えばその芸術肌がある人が別の才能も持ってたりっていうのはね、結構あったと思うんですよね。ね、ダ・ヴィンチさんなんかね、もう何から何までね、絵も描けるし、絵心もあって、で何でしたっけ、学者みたいな感じでしょ。それでも地球は回ってるって言ったんでしょ。ね、そんな感じで、まあまあ、昔は結構やっぱりいろんなアイデア出す人がいろんなね、才能を持ってたような。今はね、多能にできる人ってなかなかいないですよね。まあいないことはないんですけど、私もたまにうわこの人多能だなと思う人はいるんですけどね。
いるんですけど、ね、まあそんな感じでいきましょう。じゃあ次は、でだから井原西鶴さんはあの浄瑠璃の人なんだね。もう覚えてない。もう私ね、日本史苦手だったんで、めちゃくちゃ本当に苦手でした。はい、次行きましょう。あ、池田常っていうのか。常置。織田信長の父兄弟。これ父兄弟って読むんじゃないよね。父兄弟って読んだらいいのかな。名は信っていると思う。早くより信長に属し、桶狭間合戦を8年、数々の合戦で武功を立てる。本能寺の変号は八場秀吉と共に明智光秀を討ち、清須会議では四十九郎に立した。まあ、かなり重鎮だったと。後、秀吉に味方して小牧長久手に出陣。犬山城を攻略したが、徳川軍に撃たれたんだね。ほっ。あ、秀吉さんと家康さんって一時良くなかったのか。まあ、家康さんはね、どちらかというと、あれですよね。信りの方だよね。で、なんか秀吉さんが、警戒したっていうのは聞きましたね。そのもう勢いに乗ってからね、秀夫さんがね、そういうのは聞いたような気がします。まあ能力でもあんまないでしょうね。うーん、思ったよりね。そんな感じです。次行きましょう。次は池田輝政さん。ああ、さっき出てきたような気がしますね。織田家臣、ああ、常置の次男。本能寺の変後は秀吉に属し、小牧長久手で父と兄が討たれると、ああ、その医療を継ぐ。関ヶ原合戦では東軍に属して福島正則と先陣を競った。その功により戦後は姫路に台風を得る。その後姫路城を天下の名城に改修し、姫路再創と呼ばれたと。この頃はじゃあ官兵衛さんは、ああそうか、官兵衛さん、え、官兵衛さんっていなかったのかな。1560年から1613だからね、もろ官兵衛さんかぶってると思うんですけど、ちょっと私分かってないのね。ということは、あの白鷺城、姫路城って白鷺城って呼ばれますよね。誰の時になったんだろうね。能力高いね。おやすさんを抜いてます、はるかにね。まあ、スキルの方はちょっと薄いですけど、それでも、全然いい感じですね。で次は池田元助さん。水夫頭になってるね。後藤水軍。これはまあ、嘘ですけどね。織田家臣、常置の長男。出られたのか。輝政の兄。荒木村重謀反の際に父や弟と共に戦功を挙げ、信長より名馬を拝領したという。本能寺の変の後は秀吉に属し、山崎、なんだこれ、何が丘、何がだけ、何がだけこれは調べようか。これは知ってないといけないね。ガタケって言ったら出てくるかな。ガタケットに、ガタケットって何ガタケって、変換してくんないんだね。ガタケ。あ、出てきた。滋賀県。静ヶ岳って読むの、ひとして。違うか。静ヶ岳でいいわ。静ヶ岳なんだね。こんなの滋賀県にあるの？あ、滋賀県長浜市って書いてるわ。これ失礼しました。滋賀県長浜市ったら私結構行きましたよ。はい。静ヶ岳、合戦に従軍。山崎、これは山崎って呼んだらダメなのかな。山崎って呼ぶべきなのかな。あのサントリーの山崎があるところでいいのかな。高槻のとこね。どうだろう。小牧長久手合戦で、三河紀州に失敗し、父と共に討ち死に。書いてましたね。能力高いんですけどね。まあ、あのスキルは、家族の似たような感じですね。そんなに何かに特化してるっていうわけではないと。次は、池頼和さん。これ池っていうのが名前なんだね。あ、池っていうのが名字なんだね。先導、いやこれ関係ないね、ごめんなさい。長宗我部家臣、はじめ長宗我部国親と対立していたが、国親の娘をめとることでボアボックし心中した。その後池永は長宗我部水軍の中核を担うようになるが、頼和自身は謀反の疑いにより裁かれ、自ら命を絶ったと。だからまあね、元親さんとはあんまり良くなかったのは良くなかったんだよね。あ、国親さんか。国親さんだから親さんか。1593年にお亡くなりになってからね。で、まあ、めとることで、
まあ、血を、まあ、分けるというか物理的には血が入ってないんですけどね、うん、そういうので和睦という感じか、まあ、政略的な。だから本当に恋愛で結婚というのは昔はなかったんだね、まあ、特にこの家の人たちとは、家柄のある人たちはね、なかったということだね。はい、次は生駒近政さん、豊臣家臣讃岐高松城主、高松城主なのに生駒なのね、生駒さんがあるんですけどね、金ヶ崎の撤退戦から秀吉配下となる以降、初戦に、こうあって、これ初戦って呼んだらいいのかな、あ、いや初戦だね、讃岐国を与えられた。秀吉の死後、三中路の一人となる関ヶ原合戦で西軍に属すが、この数正が東軍に属したため改易を免れた。あ、そうなんだ、よかったね。まあそうだね、はい、なんか言おうとしたんですけどすっかり吹っ飛んじゃいました。いやほんと年取っちゃうとこうやって読んでる最中に頭にポンと思い浮かんだことが覚えきれないんですよね。もう読み終える頃には吹っ飛ぶんですよね。だからその覚えておくのにすごい力がいるようになりましたね。力を入れようとしてもそれでも忘れちゃうっていう、なんか精神的にすんごい疲れるようになりましたね。じゃあ次行きましょう。何か言いたいことあったんですけどね。はい、次は石川明光さん、伊達家一門、伊達春、あ、そうだ、ごめんなさい、なんか今ピンってきたね。違うか、生駒だけど四国か。そうか、あ、ごめんなさい、全然思い出せませんでした、嘘でした、ごめんなさい。はい、伊達家一門、伊達春宗の四男坊で石川って名前なんだね。またね、石川春光の養子と、あ、養子となり石川家を継いだ。当初は甥である伊達政宗と対立、敵対していたが、小田原征伐の不参の罪で豊臣秀吉に領地を没収されると政宗に仕えた。その後は一門衆の筆頭格として家中の統制に大きく貢献している能力はあるんですね。ですから、あ、これで見たらちょっと薄いけど、いや改易とかね、恐ろしいですね。ちょっとごめんなさい、コーヒーいただきます。恐ろしい恐ろしいっていうね、まあ本当に、あ、そうだ、だから本当ね、その家に属し、名家に属してる人ってなったことないから分かんないけど楽しいのかなってね、なんか常に家のこと考えてないといけないっていうような感じで、なんかね大変そうだなって、しきたり、夜泣き、あ、そうだ、私のチャンネルでもね、その辺で結構皆さんから意見いただきましたよね。いやー大変なんだよとね。で、私の友人もね、あれなんですよ、本家ではなくて、まあ、言うと傍家というか横のね、横の方なので、もうね本家がうるさいって言ってましたね。何するんでも本家の許可がいるって言ってね、大変だって言ってましたね。でその時にいろいろねコメントいただいた時に、皆さんからも大変だねっていうコメントいただきましたね。もう本当大変、なんか聞いてるとね、まあ多分ね富は問題ないと思うんですよ。富と名声は問題ないと思うんですけど、だから野垂れ死の心配をしなくていいと思うんですけど、あ、でも野垂れ死の心配しないといけないのかな。あ、でも今はね戦国時代じゃないんでね、あんな人たち、なんだろう、私大好き、税の話になっちゃうんですけど、いや私税大嫌いなんですけどね大嫌いなんですけど、もうね税の話になったら白熱しちゃうからね。税務処理、財務処理なんかどうするんでしょうね。固定土地なんか持ってると固定資産税なんか結構ね高いような気もするんですけどもね。まあまあね、まあ、いやそういう名家に、いる人はそれはそれで楽しいんですよっていう話があるのかもしれないですしね。まあ何でしょう、そうなんかね、お金で困るってことはなさそうな気もするんですよね。私の勝手な思い込みなんですけど、私なんかその辺は気楽ですよね。もうお金がないだけであとすんごい気楽です、お金がないだけでね何度も言いますけどしつこすぎるかっていうような感じで言っちゃいますけどね。まあそんな感じでしょうかね。じゃあ次行きましょうと思ったらいい時間になっちゃった。
あ、石川和正さんだ。ねえ、次回は石川和正さんからいきましょう。というわけで、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。